平野仕様、インスタライブで語るキンプリの舞台裏とジャニーズ仲間との絆。ジャニーズの舞台裏に巧妙平野仕様のインスタライブ。近日中、元キングプリンス以下、キンプリのメンバーである平野仕様が8月30日に行ったインスタライブが話題となっている。ライブではシクストーンズへの森本慎太郎やキンプリの高橋山。 シユータの名前が飛び交い、ジャニーズの舞台裏を垣間見ることができた。同じ日には、ジャニーズ事務所をめぐる藤島ジュリー稽子社長の辞任が報じられ、その影響がライブにどのように反映されたのか、平野の心情とは第1章、平野市用のインスタライブの舞台裏。 同29日、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の性加害問題が再び取り上げられ、性加害が認定される中、30日には藤島ジュリー慶子社長の辞任が報じられた。この状況の中で、平野はインスタライブを観光。彼はこの日、前回の配信に引き続き、ファンのコメントに積極的に応じ、質問にも軽快に答えていたという。 視聴者は50万人を超え、盛況の中でのライブとなった。ジャニーズ事務所にとっては波乱の日々だが、平野のインスタライブは、ファンとのコミュニケーションを重視し、軽快な雰囲気で進行していた。果たして、彼がなぜこのタイミングでライブを行ったのか、その心情に迫ってみよう。第2章、キンプリの仲間たちとのエピソード。ライブで特に注目されたのは、 金プリのメンバーである高橋山の泥酔エピソードだ。先月の放送で語られた、シユータの誕生日会での出来事に関する話には、視聴者が驚きと笑いをこらえきれなかった。高橋が泥酔し、他のメンバーが先に帰宅する中、平野は彼を車で迎えに行き、家まで送ったと告白した。平野は、園長優しいよ。 と、笑顔で話し、メンバー同士の絆を感じさせた瞬間であった。また、シクストーンズの森本慎太郎についても、前回のインスタライブでの共演未遂に触れ、ライブ中に突然彼からの電話があり、ファンを驚かせたエピソードも紹介された。森本は後日のラジオ番組で、その電話の裏話を明かし、視聴者を驚かせたという。このようなエピソードが、 平野とジャニーズの仲間たちとの友情を浮き彫りにしている。第3章、ジャニーズ事務所の危機的状況と平野の言葉。ジャニーズ事務所は近年様々な問題に見舞われ、その危機的状況が報道されている。ジャニー北川氏の性加害問題や藤島ジュリー恵子社長の辞任がその象徴とも言える出来事だ。しかし、 平野のインスタライブでは、これらの問題に触れることなく、ファンに向けて穏やかな雰囲気を提供していた。彼は、かつて出演した主演ドラマ、クロサギ TBSK の撮影時に、1日5食食べていたにもかかわらず、体重が激減した経験などを告白。さらに、同ドラマの主題歌であるキンプリの、月読み、お口ずさんでファンを喜ばせた。 このようなエピソードを通じて、平野はジャニーズとの絆や在籍当時の思い出をにこやかに語り、ジャニーズ事務所にエールを送った。結論、平野紫耀のライブ、ファンにとっての救いの場。平野紫耀のインスタライブは、ジャニーズ事務所の危機的な状況の中で、ファンにとっての救いの場となったようだ。 彼が明るくフレンドリーな雰囲気でファンと交流し、メンバーたちとのエピソードを披露したことで、ファンは一時の癒しを得たことだろう。ジャニーズ事務所にとっては厳しい時期かもしれないが、平野仕様が示したように、絆や仲間たちとの交流は揺るぎないものである。 今後も平野の活動や発信に注目が集まりそうだが、それは同時にジャニーズ事務所全体の未来にも影響を与えるかもしれない。ジャニーズのファンや関係者にとって平野の言葉やエピソードは心の支えとなることだろう。とは、